だしだし。あ、こけた。捕まった。この辺アマガエルとかおらんのかな。なんか光ってる。臭みの草。何臭みの草って。なんもないな。この辺にはもう何もないようだみたいなないんよね。お、なんか妖怪が変わってる。お、箱あるやん。サポートライフ特別編を手に入れた。え、あのなんか生き物係のやつって何が足りんのやったっけ。あと把握できてないよね。生き物係の秘密基地サポートライフ7月号だけがなかったんかな。必殺の秘伝書、妖術長百科、妖術大百科、習得空手講座、これあるもんね。ガード万歳、癒しの天使ちゃん、これもあるもんね。毒王邪魔道、サポートライフ特別編、サポ、え、全部あるやん。ってことは揃ったんやないん、これ。揃っとるよね。別にこれ、何冊ずつとかないよね。それじゃちょっと、なぎさきに飛びたいです。今回で全部いけそうじゃない？ん？これは？どうも。おじさんはここで何をしているの？ん？船釣りの準備だな。この船で遠くの海まで行くのさ。お嬢ちゃんは釣りが好きか？うん、好きだよ。浜辺なんかでよくやるかな。お、そうかそうか。お嬢ちゃんも釣り人だったか。だかな、船釣りは一人違うんだぜ。この辺りにはいない魚が釣れるしな。船釣りを体験しなきゃ、海の男は名乗れねえってもんよ。女なので。へへ。なんだか面白そう。私も連れて行ってよ。ん？お嬢ちゃんをか？素人を連れて行くわけにはいかねえんだがな。せめて、この辺りに魚くらい、軽く吸ってきてもらわねえとな。なぎさきの漁港で船釣りに行けるようだ。漁港で魚を釣れば連れて行ってくれるかも。経験値結構？結構なんかな。数字で表されてもよくわからん。じゃあ、その魚を釣ってきたら、船釣りに連れて行ってくれるの？おいおい、そんなに簡単じゃないぞ。まあいいか。そうだな。この辺りの魚といえば。カサゴとボラにスルメイカを1匹ずつってところだな。分かったよ、その3匹だね。すぐに釣ってくるから待っててよ。自信満々だなお嬢ちゃん。まあ頑張んなよ。そうそう、せっかくだから穴場教えてやるよ。そこの防波堤なんだが、よく釣れるから試してみな。黄色の魚エリアを置いているから、すぐに場所は分かると思うぞ。うん、ありがとうおじさん。船釣りに挑戦発見、発見じゃない、発生。黄色い、え、どこ？え、どこのこ、どこのことですか？そこのって言ったよね。この辺？え、全然違うな。見えとる範囲ってことよね？え、この辺？違うな。そこ。全然わかんない。なんか渡れた。こっちかな。え？わからねえ。こっちの方か？全然わからんけど。魚よしの蒔絵を手に入れた。そう、蒔絵結構いっぱいあったはずなんよね、なんか。これは？拾わせてくれよ。スタミナム。あ、ここ？ここか？イエーイ、回せ回せーい。離せ。なあ、回せーい。離せ。
離せ。てぇ、待って待って待って、逃げる。逃げた。くっそ。マジで画面がね、途中から反応せんくなるんや。いけ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 、頑張って。ああ、反応してくれ。ああ、待って。いけ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 、反応しろよ。いけ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 、行ったんじゃない？よっしゃ、カサゴー。繰り返したらおる感じかな。あと2匹よね。おらんかった。じゃあもうおらんのか？おらんぽい。この辺？なんか人でめっちゃ動くより気持ち悪い。当たりで止めろ。止まらねえ。ギリギリ止まらねえ。やっぱそれは人でないよね。イエーイ、巻き絵ゲット。でも私が欲しいのは人手じゃなくって魚なんすよね。あれか、浜辺では人手とかになるんかな。魚じゃなく。っぽい感じやね。海見えてるのに魚じゃないんや。おるのは。あ、あれあれ。あの洞窟に行きたいんすよ、私は。あ、こっちから降りていくんか。びっくりした。何が起きたんかと思った。こけた。お、なんかあの人あそこで釣りしよる。ってことはそこは私も釣りができるポイントか？できねえ。全然釣りポイントじゃねえ。ここやんね。よし、開いた。なんやかやん、やりとりみたいなんがあるんかと思ったら、何もなくすっと開いたわ。海辺の洞窟。多分ここの中に、人魚が、邪魔だ。ダンシングスター2個。いや、なんか行き止まりじゃない？あ、でもなんか、何かしら妖怪がおるっぽいんよね。そう、なんかめっちゃ、妖怪ウォッチが反応しよるなとは思ったんやけど、ここか？あ、クイズのやつやん、これ。妖怪連れてこんといかんやつよね。こんなとこに。謎の盾札を見つけた。とりあえず見とこう。持っとるか持ってないかは別として。この妖怪、誰だ？海藻パワーで元気。名物ワカメ温度。昆布さんをライバルし。ワカメくんじゃない？なぞなぞ、この妖怪の名前答えよう。んで？かな。わ、わ、わ、わ。わ、か、め、く、ん、じゃない？わかめくん持っとんやないん？持ってなかったっけ？正解！近くに妖怪サークルが出現。妖怪サークルにワカメくんを呼び出すと何かが起きそうだ。おる？あ、おるっぽい。おる。私の友達、出てきてワカメくん。妖怪メダル、セットオン。妖怪サークルにワカメくんを呼び出した。僕と一緒にワカメ温度を踊ろうよ。あ、それそれ。ワカメ温度で下げ下げ。何？何が起きたの？え、何が起きたの？あ、なるほど、そういうこと？あの、水に浸かっとったところ、水位が下がったってことなんや。上がれねえ。なんだ、どこに行けばいいんだい？水位が下がったけど、ここから先には行けないな。え？こっちではないということ？にゃー、びっくりした。すぐそこにおるんや。まあ、すぐそこで捕まえて、
セットできるようになっとるってことね。こっち側か。だってもう行ける場所なかったもんね最初。あれで行き止まりって感じだったし。身代わり人形を3個手に入れた。イエーイ。お土産として買わんでもいっぱい手に入る。え、であとどこに行けるんだ。あ、こっちかな。だしだし。あ、こけた。捕まった。え、どこ。え、この辺。うん、そんなとこ見えないんですけど。あ、ここ、あ、ここだ。あ、ここにもなんか縦札か。謎の縦札を見つけた。なるほど。そこにもなんか設置して行く場所増やす感じか。うんうん。この妖怪誰だ。活力エキスで元気、昆布でマンボ、ワカメくんをライバル視。昆布さんだね。なるほど。ここはワカメくんと昆布さんが活躍する場所なのね。こう、うん、ぶ、さ、うん、昆布さんも持っとったんかな。3体とも持っとったんかな。正解。近くに妖怪サークルが出現。さあこれで妖怪サークルに昆布さんを呼び出すと何かが起きそうだ。はい、呼び出します。あ、持ってるっぽい。私の友達出てきて。昆布さん、妖怪メダルセットオン。これでもう人魚のとこ行ける。これってさ、呼び出した妖怪は手持ちからいなくなるの。妖怪サークルに昆布さんを呼び出した。一緒にステップ踏んで。ワンツーワンツー。どこにどう行けるようになったんかがちょっといまいちよくわからんけど、そういうことじゃないんかな。ん？なんかあの橋がかかっとる場所がさ、よくわからん場所に橋かかっとるやん。何かあるんじゃないのか。箱、ブリの切り身を3個手に入れた。なんか手に入れる個数が多いっすね。なんなんやろ、どこに行けばいいんだろう。あ、でもそこやったことによってちょっと離れたとことかで行ける場所が増えたりとか。わからん。あ、これでもしかして橋を上げ下げできる感じ。はい、ワンツーワンツーレッツアップよ。話しかけんといかんかったんや。あ、水位が上がった。なるほどなるほど。でかいんだけど誰だよお前ら。ついてくんなよ。ここだな。あと一匹誰やったっけ。ワカメ、ワカメさん、昆布くん、ワカメくんと昆布さん。ワカメ昆布、これ誰やっけ。なんとかちゃん。ワカメくんに好かれている、昆布さんに好かれている、どっちにも興味がない。興味ないんや、かわいそうに。なんとかちゃんよね。え、誰やった。ワカメ昆布、アオサ違うな。待って、誰、名前がわからぬ。大辞典、大辞典ってか妖怪メダル。捕まえてはおるんかな。捕まえてなくね。捕まえてなくね。名前もわからん。
じゃあとりあえず今回はこの辺で、まあ、近くのあのワカメくん昆布さんにぶつかれば一緒におるやろう多分知らんけど、はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれだな、人魚までの道のりめっちゃ遠くね。めちゃくちゃかかるやん。